界の謎に迫るトゥランドヴィログの時間です。よいしょよいしょ。今回は日本神話解明編、イザナキとイザナミの別れのシーンについてお話していきたいと思います。別れんの？別れます。まあ、日本神話の、まあ、最初のシーンで、うん、イザナキとイザナミっていう人の形をした男性女性の神様が生まれるわけですよ、うん、でそこでもっと偉い天の神様から油みたいなのが漂ってるだけのこの地上を整えてくれと、うん、もう降りる場所もないぐらいもう曖昧やと。曖昧なね。そこにもう淡路島を生んで、ね、こう四国を生んでみたいな感じで、はい、こう日本列島を作っていくわけですよ。素晴らしい。でそこに降り立ってまあ大体こう島というか大地できたから、うん、次はその自然というかね、うん、神様を生んでいこうぜと。おね、こう日本っていうのは自然信仰ですから、うん、ありとあらゆるものに神様が宿ってるっていう、あ、はいはい、まあ、そういう思想なんです。そうなんです、うん、だからこっから風の神様とか大地の神様とかね、うん、山の神様とかいろいろ生んでいくわけ。おお、すごい自然派な。最初はもうねうまくいかんかったやん、ね、ブヨブヨの神様生まれたからこう流したりね、ヒルコ、ヒルコとか淡島とか、でももう絶好調なわけ。おお、もう生まれる子供生まれる神様もすごいいい感じやと。おお、まあ、このシーンが、うん、もうこのイザナギとイザナミのこのピーク、ピーク、あれ、え、もうクライマックス。ここなんで、もう二人の愛ね、育んで生まれる神々、うん、もうここで終わりです。え、こういういいシーンはなんでだい。もう一気に悲劇のシーンになっちゃうんですよ。あら、なんかヒルドラ、ヒルドラ、まあ、ある日ね、うん、まあ、まだこの世界に火がなかったんですよ。火が、炎が、炎が、で、初めてこの炎の神様、火の核槌っていう神様がイザナミからバーンって生まれる。うわ、すごいのんだな。火の核槌である。もう顔がもう仕上がってんのに生まれたてや、生まれた瞬間からヒゲとか生えてる。もうこんな状態で浮いた状態 でイザナミがもうその火の神様産んだもんやから、うん、もう焼けただれちゃって。うわー、そうなるよね。そう、もう大やけどしちゃった。いやー、でもう産んだりしたんやろね。で菌が入って、うわ、でも熱とかも出て、イザナギもそんなん初めて見たから、ね、パニックになってるのよ。石の角でずっと浮いてんの。母上、大丈夫ですか。お前のせいや。こっからね、ちょっと不思議なんやけど、うん、これまで、うん、イザナギとイザナギが交わって、ね、神様が生まれとったんやけど、うん、こっからちょっと変わんのよ。イザナミのブレーってもう芯がブブーって入ったこの嘔吐物から神様が生まれるの。鉱山の神が生まれて、ほんでもう糞尿垂れ流すわけ。もうお腹も痛いって言って、もうかわいそうやん。もうイザナミがもう苦しんで吐くわ、糞尿垂れ流すっていうシーンがあるのよ。もう女性としては絶対見せたくないと思う。そう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 。でもこんな悲惨なシーンでもね、神海止まらないのよ。もう尿からは水の神が母上って生まれて、大便からは土の神が母上大丈夫ですかって生まれてくる。どんどんわら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 、すごい素質持ってるね。もうカオス、うん、なぜかこのタイミングからもうイザナミの出るもんから全部神々になっていく。あららら、一人で。そう、もうイザナギももう言ったらもうずっとパニックってるから。そうよね、この期間えらいこっちゃ。どうしたらいいのってなってるから。でもイザナミももう自分のねこう指揮を去ったよね、うん、国作り途中で終わってごめんね。あれって死んじゃう。あ、そういう別れ。そう、カムサリって言って、うん、神様がお亡くなりになることをカムサリ、神が去るっていう。あ、もうイザナギからすると最愛の奥さんが亡くなるわけ。うわー、すごい悲しいね。もうこの大泣きすんねん、初めて。うわー、イザナギ一緒に国作りしようって言ったよ、なんで亡くなるのって一人にせんといて。そこでもう泣いてるこのタイミングでパッて目に入ったのが火の核槌や。まだ浮いてんのこの野郎。母上はどうされたんですか。戸塚の剣っていう、うん、この10個の握力の剣みたいな、要は拳10個分の長さの剣を持って、うわ、えいって切んねん。母上は大丈夫さあ、父上でな、殺しちゃうわけ。え、死んじゃった。二柱目のカムサリです。うわ、殺します。うわ、この火の形の首を切ったこの血液からもたくさんの神々が生まれる。すごいな。もう殺して生まれ、それ以上に生まれるっていう。うわ、剣先についた血は岩の神様みたいなのが生まれて、この剣の根元についた血も振り抜いた時にピュッて飛んだ、うん、その血が岩について、うん、そこからムク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 って出てきたのが、うわ、
雄の神ね、竹三日土っていう神が生まれます。うわあ、竹三日土だいってこう、そんなしょぼいとこから生まれたの最強じゃってところがムク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 、うわあ雷神みたいなのが生まれる。竹三日土後ほどめちゃくちゃ活躍します。すげえ。この時生まれたシーンで、ここまで順調に続いてきたこの国作りね、うん、この神海がここで中断されるんですよ。おら、こっからね、もう長い間中断される。うん、イザナギはね、もう長い間苦しむ、悲しむわけ。イザナミのことが忘れられへん。もう日の風地殺しても、もう全然収まらへん。なんかいっぱい生まれたし、さらにもう嫌やってなって、もう無理ってなって、うん、海の国に行こうとするわけ。うん、もう死んだ亡者でもいいからイザナミに会いたい。あー、で、その現世とね、この冥界の黄泉の国の境目を越えて、うん、イザナミに会いに行ったわけ。あー、じゃ真っ暗な中、イザナミが帰りたいんですけど、うん、黄泉の国の食べ物を食べてしまったので、お、私はもう帰れないルールなんです。そういうもんなんです。お、なんでやねん、でも国作り途中やん、お前おらな無理やねん、僕頼むと一緒に帰ろうって言ったら、わかりました、じゃあ黄泉の神様にちょっとこう言ってきますと、うん、なんとかなりませんか、このルールなんとか帰れませんかってことを言ってきます、うん、ただね、夫のあなた、イザナギよと、絶対にここに来てくださいね、間違っても私の姿覗きに来ないでくださいね、うん、そこでむちゃくちゃ待たされたよな、うん、イザナギも、イザナギも、でもその我慢できへんくなって、うん、もうやっぱりお約束通りというか、無理と火をパンってつけて、一粒をつけてね、あ、パッてそのイザナミの姿を見ちゃうわけ。おー、じゃあもうイザナミの顔面もゾンビみたいになってて、でもう顔からウジいっぱい、うーわーって粒見たわねーって。でイザナギもそんだけ悲しくてさ、うん、愛してるから来たわけやんか、うん、イザナミの顔見て、ヒー怖いーって言っちゃうわけよ。走って逃げちゃうんだよ。会いに来たのに。でもね、まあ、ちょっと怖いのよ。イザナミってこうウジ出てていいけど、うん、体中にも穴があって、この穴から雷神がこうやって出てる、8匹ぐらいの雷神がこの穴を漂ってたの。うわーふふふとかね、怖っ。でもイザナギももう何も考えられへんくなって、頭真っ白になって、なる、うわーイザナギも怖いってなって逃げちゃったん。逃げろーと。イザナギもさ、見やんといたい言うてもこんな姿の分かってるから、うん、言ったやん。しかも私見て逃げた、うん、うわ、あんだけ愛してるんだと、もう許されへんって、この8種類の雷神ともう1500の黄泉の軍勢で追いかけたの。で、ヨモツシコメっていう醜い黄泉の女性が追いかけてくるの、いっぱいわーって、うん、でこの人はひとっ飛びで4000キロ進むね。すごっそんなに追いかけられてんの、イザナギ足軽以上、やばい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 。で、もうイザナギもその速度がすごすぎるから、うん、このイザナギ追いつかれそうになるわけ。でもね、イザナギは猛者の弱点を知ってるんですよ。おう、食べ物に弱い。髪の毛に巻きついてるつる草をブチンでちぎって、うん、ピャーンって投げると、それがムクムクムクってブドウの木になったり、あら、食べ物タケノコになったりして、その食べ物を見たらヨモツシコメたちはもう食べちゃうのよ。ほんでその現世と黄泉の国の境目のヨモツ平坂のとこバーって行って、うん、でもうみんなガーって亡者たちが来るのよ、うんうんうん、でその千人力の力がいる、めちゃくちゃでかい岩をグーって動かして、その境目をこう閉じようとするの。でも追いつかれるってなって、もう世も土込みのもう手が、雷神がもうこう来てると、やばい、やばいってなった瞬間に桃の木を見つけた。桃の木を3個投げた。うん、で桃っていうのは、うん、日本神話の考えでは邪気を取り払う、あっていう効果があるとされてて、うん、この桃投げた瞬間に桃じゃめっちゃテンション上がった。もう最悪やん、桃手みたいな。いや、桃亭みたいな、スイーツにあんなに、それあかんやろみたいな感じになって、美味しいよ、桃じゃ大変帰っていったの。すごで、この桃の木にね、イザナギ感謝したの。うん、まあそうだよね、私を救ってくれてありがとうってことで、この桃の木を神様にしてあげた、イザナギが。これをオオカムズミの御事って言って、うん、この桃の木のこの神様が後に転生して桃太郎になったっていう伝説もある、あら、そう、桃太郎のこの説によると、桃太郎はもっとこの狼罪の御事だと。で、その境目でこうやって一息ついてると、うん、ちょっと遅れてイザナミが、あ、もう這いながら来る、やべやべやべ、あ、よくもって言って来るわけ。やっべっつって、やっまだおったんかいっつって、で、千人おらな、こう押しもできないようなバカでかい岩をイザナギがこうグーって
って動かして、現世とこの冥界、黄泉の国の境目をバーンって塞いだんです。おお、間に合った。で、そこで、岩を閉じて、もう見えへんお互い、声しか聞こえへん、イザナミ別れてくれって言うのよ。あれだけ会いたがってたのに。そう、あんだけ言ったのに別れのね、言葉を告げちゃうわけ。はいはいはい。で、イザナミが、わかりました、それでは今日からあなたの国の人間を1日1000人ずつ締め殺します。怖っ。イザナギが、それならば私は1500の人間を産むよ。そういう問題。しかもそもそもいつ人間生まれてたんだ。確かに。どのシーン、もしかしたらここで人間が生まれたのかもしれないって説もあるんですけど、まあ、人間がいたとしても、ここで人間には寿命がなく、これまではなかったけど、ここで寿命ができて、生と死という、そういう仕組みが生まれた。そういう大切なシーンでもあるんですよ。ね、今回はね、まあ、こんな話なんです。ここから、ちょっと考察に入りたいです。今回のこのエピソードって、世界中の神話のお約束、これがね、ふんだんに詰め込まれてるんよ。例えばね、そのイザナミがね、こうご飯、黄泉の国のご飯食べちゃって戻れませんって言って、このシーンにそっくりなのがギリシャ神話でもあって、冥王ハデスみたいな、ゼウスのね、お兄さんの、この冥王ハデスがめっちゃ美しいペルセポネっていう女神を気に入って誘拐するの。誘拐する。そう。で、そこにお母さんが大激怒して返してよって言うわけよ。でもこのペルセポネは冥界のザクロを4粒食べちゃったから、ギリシャ神話のルールでは冥界のものを食べちゃったら冥界の存在になっちゃうから、もう地上には戻れません。ああ、一緒や。一緒やね。でもそれ徹底抗議して、で結果的にそのルールがちょっと変わって、このザクロの実は12粒やったから、4粒しか食べてないから、まあ、3分の1冥界によって3分の2は地上に戻れるよっていうルールに。そんな中途半端に。そう、これが要は四季の誕生のエピソードになってて、このペルセポネが冥界におる間は冬、作物が枯れちゃうよみたいな、そういう重大なシーンで描かれてる。そういうことね。でもなぜかここでも冥界のものを食べると、そこから戻れなくなるっていうルールがあるんですよ。同じなんや。さらに中国のね、唐の時代、広域という書物にも同じようなエピソードがあって、その冥界にある人物が迷い込んじゃうっていうシーンがあって、そこでも幽霊から食べ物を差し出されんねんけど、それ食べたらあかんでってなる。そこをそれを食べるともう幽霊の世界から戻れなくなっちゃうよっていうシーンがあったり。全く一緒や。なぜかね、この共通のね、神話上のルールっていうものがねあるんですよ。あら、国が違うのに。そうで、さらなるお約束、覗いてはダメですよとか、振り向くなとか、丸々するな系は、もう神話のお約束、ほぼ破るこれ。そしてこれまたギリシャ神話でもね、同じようなシーンがあって、冥界から抜け出すシーンで、ハデスに絶対後ろ振り向くなよって言われて、結局振り向いちゃって失敗するっていうシーンがあったりと、これもお約束ですよ。お約束。キリスト教とかユダヤ教の旧約聖書、ここにもね、印象的なストーリーがあるんですけど、ソドムとゴモラっていう町に、要はロト一家が移住してくるっていうお話があるんです。でそこがあまりにも荒れ狂ってるから、神がもう滅ぼそうとするんです。でもロト一家たちだけはいいやつらやから逃がしたろうと思って、天使に言わすわけ、もう逃げた方がいいぞ、もう滅びるぞと。天から硫黄が降ってきて、ものすごい勢いで燃え盛るけど、絶対振り向くなよっていう、天使たちはね。でそのロト一家わーって逃げてくねんけど、妻だけがその振り返っちゃうの。 あまりにもすごい音がしたから、はいはいはい、パッて見て、あかんてって言った瞬間、その妻は潮の柱になった。これも神話ルール、振り向くな、禁忌を破ってしまう、はいはい、この流れまでが神話のお約束なの。そしてもう一つ古来からのルールがあります。お、それが神の名前を知られたら支配されるっていうルールなの。名前をね。そう、これはね、エジプト神話からありまして、イシスっていう女神様いて、おったね。ね、このイシスっていう女神様、言霊を操る力があって、相手の本質を知ると支配できる。名前にはその人の本質が備わってるとされてて、はいはい、その人の真の名前を知るとイシスは誰であっても支配できるっていう、へー、そういう能力を持ったので、日本でも古来より真の名前を知られると支配されるっていう考えがあったの。ほんまに親とか夫とかにしか真の名前明かさへん。紫式部とか、聖書納言とか、
うん、そういう人たちって本名じゃないんです。そういうことなん、まあ、自分の役職の名前であったりとか親の役職をちょっともじったものであったり、真の名前を当時言ってない。黄泉の国の食べ物を食べちゃったらその国の存在になっちゃうとか、うん、振り向いたらあかんとか、うん、その名前を知られたら支配される、これら全てが詰まってるのが千と千尋の神隠しなんですよ。いやー思った。そう、なんか聞いたことあるな思った。そうなんです。日本神話のとか神話のルールをふんだんに詰め込んでるのがね、そもそも千と千尋、日本の神様が赤を落としに黒屋に来るっていう話だよね。そう、確かに。そう、宮崎駿監督はですね、ふんだんにこれでもかってぐらい ね神話のルールをぶち込んでるんですよ。すごいよねあれ。最初のお父さんお母さんがね、食べたらあかんって言ってるその、うん、その世界の食べ物を食べちゃって豚になり、醜い姿になり、そうで、その名前を支配するユバーバがいて、名前を奪われたハクが名前覚えときやって言って、千尋はなんとか名前を覚えてたとかね、うん、最後その千尋がユバーバの世界から抜け出すときにハクから絶対に振り向いてはいけないよって言われるんですよ。確かに日本神話だったんだ、ね、そうなんですよ。すごい、この神話のお約束が全部入ってるんですよ。すごいな。そう思うとちょっと面白くないですか。早尾さんすげえ、ね、そう早尾すげえ。そうなんですよ。まあ宮崎駿監督はこの神話のモチーフとかルールは、まあ、千と千尋だけじゃなくていろんな作品に散りばめてるので、ね、そこを知るだけでもねめちゃくちゃ面白いんですよ。ジブリの好感度が一気に上がった。好感度上がった。なんで好感度が面白さとかで好感度が好感度ということでね、今回はそのイザナギとイザナミのこの分かるエピソードと、うん、そこにまつわるね世界の神話の共通ルールみたいなね考察のお話をさせてもらったんですけどもね、ここからがね日本神話本番って言っても過言ではない。おそう、最高神誕生のエピソードについてお話ししたいと思います。きたきたきた。そしてその考察もしっかりしたいと思います。いやねえ、これで今回この辺で、はい、またね、バイバイ、バイバイ。